あるんですよ。フルエアロ。何が？え、あの車の。あ、フルエアロ。フルエアロか。朝飯食います。混んでる？おお、小籠包。小籠包や。赤湯です。赤湯も小籠包。ヤムチャとかゆ。とりあえずあの肉まんとあの豆腐3つ頼みました。はい。なんかもう1個ぐらい足りなかった。薬膳ですごくあの気に優しいというか、ちょっと見てください。薬膳系の豆腐料理。はい。レオンさんの後ろにギャルがチラチラこちら見てます。チラチラこちら。さっき目が合って。薬膳豆腐。朝から薬膳豆腐いい感じだよね。ね。はい。目が合ってニコッと笑ってくれました。ニコッと笑ってくれました。いただきます。ナースですよ。てるちゃん、これ値段いくら？2元です。2元って何円？30円ぐらいじゃないですか。30円？はい。30円いいな。おいしいです。こっちはどうですか？こっちの方はこれ何円？これがですね、10元だから、だいたい160円ぐらい。8個入ってるんですね。2、4、6、8個入って160円。160円。1個20円。きっちり半分くらいです。俺さん、画面見せて。OK。信号がないから大変なのです。結構ね、ブンブン飛ばしてきてるところを渡ろうとすると大変よ。かなり怖い。信号なしは。ここはお寺、なんかこの町の中心ですから。あれが中心なんだ。すごいね、真ん中の上のあの金色の玉に乗ってるよ。キーが変わっててね、ここマグネットのポッチがあるの。でこれをこのくぼみへ当てるとカチャッつって、うん、だだっ広いって部屋が、エントランスがあるんだ、部屋の中に。でここがこう洗面所とシャワールームとトイレで、向こうのリビングというか今ベッドルームとつながってるんだけど、真ん中に洗面所が、廊下があって、こう、コの字になってんだよね。すげえ、寝崩した後ですけど、超キングサイズのベッド。広いです。はい。で、さっきのお城が部屋から、望める風景で。
新平さん、意外とゴミないよね、この町ね。なんか綺麗な町ですね。めっちゃ綺麗で、信じられない。意外に灰皿とかも置いてないし、ゴミ箱もないと。あの、結構ね、ポイ捨てするんだよ、こっちの人。なのに、ないんだよ、吸い殻が。ポイポイ捨ててるの見るけどね。そうですね。ないじゃん。なんか、イメージ変わりますよね。イメージ変わる。あんだけポイポイ捨てて、なんで吸い殻ないの、ケンタロウ君。なんか、監視社会に変わったから、うん、みんな一気に片付け出したんですよ。で、捨てるのも、その吸い殻とか目立たないものは、うん、捨てると思うんですけど、はい、あの前にビニールとか空き缶とかガスって捨ててたようなやつなくなりました。なくなった、はい、いや全然綺麗。見てください、ああいうとこに街にゴミ箱置いてるんですよ。やっぱりみんな捨てに行くようになりました。取っていいんですかね、それいつも怖くて取れないんですけど。だよね、はい、あのビザ、日本語ができますね。うん、暗証番号を入れます。これ暗証番号を入れた後、違う番号を一応指でなぞります。はあはあ、これで、赤外線で温度でこう拾うやつをなんか仕掛けられてた時に、暗証番号の4桁だけを触る。ちょっと待って、指でタッチしたところの温度で番号を読めるって、恐ろしい。そういうのがあるんで。で、口座証拠を引き出し、預金口座から、5000円ですよ。3000ぐらいでしょ。すげえな。で、暗証番号、あ、ダメっぽい。あ、来た。ガシャガシャ入れました。暗証番号をなぞった後、あちこちキーボードを触って熱を分散させて分からなくすると。すげえ知恵だな、旅人の知恵だよ。いや、一応ね、そんなんがあるって知ったらやっぱり全部防御策を張ってますね。うん、完全でこんな感じ。非常に防御策を張って、これ、一応取引控えとかここ出てくるんですけど、うん、普通ね、日本の銀行カードが先に出てくるんですよ、うんうんうん、だからこんな忘れて帰っちゃうんですけど、こんだけ時間かけてやっとカード出てくるんですよ、まあ、カード返す、ね、でこれが、まあ、番号をこうすると、楽天デビット、うん、ビザ、うん、ビザデビットのやつを使うと世界中で引き出しが可能になると。そういう、これはこれもそう、何のビル？金。あ、金屋さん。金屋さんばっかりだな。これ全部金屋さんばっかり。あ、金字商商会とか商店とか書いてある。金字ビル。金字ビルなの。ああ。小賀県がお昼の弁当買っていくみたいです。だいぶ減りましたよね、このビー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 やってこれ自分の分だけ。いや、これみんなが食べたらいいなっていうのと、8割が釣り軍で働いてるとかいう割に、え、8割ちゃう、3割やったっけ。いや、8割ですよ。市民の8割だ、釣り具の製造工場で働いてる8割が、でもこの市の8割が釣り具関係。うわ、まさしく釣り具の町なんだ。うん、っていう割に釣り具屋がないんですね、まあ、釣りをするのと釣り具を作るのは別別問題だから、別すぎて僕らの意図が伝わらなくて中国製がダメだっていうのが多いんですよ。あ、なるほど、細かいところに行き届いてないのか、はい、作る人と使う人ですよね、この差がちょっと温度差があります、ね、でも日本だと釣りが好きだから作るわけじゃないですか、うん、だからそのいいものができる、うん、できやすい。運転手にも言われましたよ、乗った瞬間にお前ら買い物、うん、あの釣り具、お、釣り具って言われるんだ、釣り具 この人に、はい、言われましたね、乗った瞬間に、到着です。ウィッシュバーよいしょー、おお。あの古
古い竿を売ろうとしてんのかな、ね、え、あの古い竿を持ってきて売ろうとしてんのかな、ちゃん。間違いなくそうでしょうね。買ってくれる。一部で、あの犯行の印刷じゃないですか、ね、インクが書いて、あの版あるでしょ、あ、あれをパコって押すやつ、布とかいろんなものに、いや、あのルアーの背中とか、あ、ルアーの背中へ印字するプリンター、あ、違うか、レーザーとか見るなって書いてるわ、レーザーです、レーザーだ、うんうん、日本とかもここで試しにやってくれる、あー、なるほど、レーザー刻印するんだ、サウナ、両側さん、それスーって書いてる、豚あった、豚あった。テル君が昼飯の銘柄にケチをつけております。野菜は嫌だって言って豚肉食ってます。どんなになってるんですか。パイです。あ、野菜や。すごい野菜選んだ。合ってたじゃない。野菜や。美味しい、美味しい。美味しい。めっちゃ美味しい。ああ、面白い。美味しいのかな、これ。コーンゼリー菓子発見。日本語で書いてある。これ大好き。衝撃のうまさ。うわ、似合わない。疲れたのでマッサージに来てます。まず足湯、足湯です。まずは足湯。いやー、2日間、3日目か、3日間の疲れが取れそう。お疲れ様です。お疲れ様です。ガッと強くなったのが分かる。痛いっていう寸前ぐらいの痛さ、ちょうどいい、はい、一応あのアングラーですかと言えちゃいます。プロアングラーですというのを返事をしてですね、テレビ。ツナ、はい、ほうれん草、ほうれん草、以上で白菜いりますよね、絶対ね。小白菜を1個入れてくる。これですか。下の下、こっち、はいはいはい。保湿感が出る。ワイドすぎるぐらいワイド。それどこの？やばい、あれ量やばい。やばいなこれ。はい、いただきます。うわ、めちゃめちゃ。ああ、いい感じ。シャウシャウです、普通の。あ、まあ爪で。鍋。うまい。うまい。お原料出来上がり。買ってきてくれたの。はい。結構高かった。結構高かった。ええ。はい。健太郎君が買ってきてくれました。健太郎君が。レオンキャップ。限定1個ですよね、これ。限定1個。はい。似合ってます。似合ってます。はい。うん。いい感じですね。これは絶対俺喧嘩パジがあると思います。いいぞいいぞ。うん、かわいい。買える、ね、最高やん。Kansai International Airport. Please remain seated until the captain turns off the seatbelt sign. Be careful when opening the overhead bins as the contents may fall out. Thank you for choosing.ねえ、ひたすら楽しいだけだ。
仕事もできたし、ね、仕事もいい話いっぱいありましたしね。ご飯も美味しかったし。美味しかったですね。カエルとザリガニ。